こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、報道陣にペコさん、自宅や事務所の周りでお待ちいただくことは近隣の方へのご迷惑にもなっております。小さい息子もいます。ご遠慮いただきますよう。なんかね、マスコミが常軌を逸してる言葉やってるみたいやが。なんとマスコミ、ペコさんの自宅や事務所の周りで待ち伏せしてるらしっちゃん。ペコさんの心境を考えたら絶対ありえんやろ。まるで悪魔の所業やが。ミルキーブルー、この前あげたリューチェル氏の動画でこの件はもう扱わんって思ってたけど、マスコミのクズっぷりにこれは取り上げんといかんと思って動画にしたと。ちょっとペコさんのツイートば見て。ペコ、奥平哲子。皆様、たくさんのご心配、温かいお言葉、本当にありがとうございます。昨日の投稿と重複してしまうのですが、リューチェルのことを優しい温かいお言葉とともに報道していただけること、とてもとても感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。ですが、自宅や事務所の周りでお待ちいただくことは近隣の方へのご迷惑にもなっております。そしてまだ小さい息子もいます。昨日の投稿でお伝えさせていただいたこと以外、今お話しさせていただけることは何もありませんので、どうかもうこれ以上はご遠慮いただきますようよろしくお願いいたします。ものすごく辛い心境のペコさんと子供に、何やっとんかマスコミ。マスコミはペコさんの自宅や事務所周りで待ち伏せするのを即刻やめるべき。ひどすぎるわ。マスコミっていつもそうやん。芸能人が亡くなったらまるでハイエナのように遺族のもとに駆けつけ取材をしようとする。しかも遺族の気持ちなんかガン無視やけんね。本当にもうやめてほしいが。マスコミは人の不幸は蜜の味かもしれんけど、遺族の気持ちを考えたらやっていいことと悪いことくらいわからんの。ほんとマスコミは異常よね。マスコミを恥を知れとしか言いようがない。とにかく悲しみに暮れる遺族をそっとしておいてやってよ。マジで。ではご視聴ありがとうございました。それでは。